ダスコメ返しです。今日は久々にダスコメ返しをやりたいなと思います。まあそんな言うほどコメントの方はないんですけどまあ適当に雑談でもしようかなと思います。では一服しながら。で今回は GPS ですね。はい。でまずコメントから返してって、なんだろうな、龍大伝さんからのコメントで、これはセブンさんのソフトのドアンコメントですね。おすすめってありますか。まあおすすめは、まあ今知ってる JPS は、まあ筆頭に赤ラーク、ラッキーストライク、赤丸とかですね、自分は好きなの。まあガラムとかも好きなんですけど、まあそれは特殊すぎるんで、まあ、マイナーで、マイナーじゃない、メジャー路線で言うと、まあこの4種類、先ほど挙げた銘柄が好きですね。はい。で、これは2人の方のなんか、まあ、今後になってるんですけど、これがウエストのアイスフレッシュのドアンコメントですね。で、SKP さんからコメントで、Google の話は正論しすぎます。はい。どんどん使いづらくなってますよね。まあ、前の動画で言ったんですけど、どんどん Google プラスとなんか同期してって、そっちばっかり目になって、なんか YouTube がおろそかになってって、使いづらくなってってるんですよね。まあ、携帯からも本当に使いづらいですからね。Android から見ても使いづらくて、今やってる、変えたらって感じですね。今のままだと、本当に、もうクソですね。で、ハークンさんからのコメントですね。で、これは、コメント返信ありがとうございます。次は久々に雑談動画とか見たいです。はい。まあ、確かこのコメントをもらって、まあ、久々に雑談やってみようかなという気持ちになった感じですね。はい。で、まあコメントは、まあ、こんな感じ、この、まあありがたい3件で、まあ、終了で、まあ雑談といっても何話そうかな。まあ、ああ、そうそうだ。まあ、前の動画で知ってたのがメンソールじゃないですか。で、まあ、基本的にメンソール自分は好きじゃないんですよ。で、まあ、メンソール、まあ、吸っちゃって何本か、1本目は本当、これマジになってなんですけど、2本目からは、2、3本目ぐらいから体が慣れるのかなんかわかんないですけど、全然吸えるようなんですよね。まあ、昔、強いとは出た。アイスブラストとかあるじゃないですか、マルボロの。あれとかも普通にカプセル潰してからのまたフィルターを炙って、メンソールの吸数感を強くしても、もう全然吸えるようになるんですよね。で、一番なんか、吸数感が強いのは、この、ここの部分あるじゃないですか。ここぐらいまで吸っちゃうと、すんごい強いですね。何のメンソールでも。まあ、慣れってすごいですね。多分、ガラムとか苦手な方でも何本か吸っていくうちに慣れていくんじゃないですかね。特殊なタバコは合うじゃないですか。香りが強いとか。多分吸えるようになるんだと思いますね。で、まあ、まだ試してない。まあ、基本的にピースとか苦手だとか言ったじゃないですか。マイセンとか。マイセンじゃねえや。メビウスか。メビウスとか、ケントとか。多分自分も、吸っていくうちに慣れていくと思いますね。はい。まあ、吸って、普通にライト、ピースのライトとかは大丈夫なんですけど、まあ、もう何年が吸ったのかな ?5、6年もう吸ってないですね。ピースの、ロンピーとか。ショートピース
もう4、5年ぐらい吸ってないですね。なんでまあ今だったら吸えんじゃねえのって感じですね。とりあえずヤニさえ吸収できればいいやみたいな感じになってきてるんで、まあ多分いけると思いますね。体が慣れてきていろんなタバコに。まあ人間怖いっすよね。あれは何でも慣れてきますからね。まあ、スピードとかもそうですよね。よく言うじゃないですか、あの後続から一般道に置いた時に速度の感覚が狂って事故を受けるとか、まあまさにそんな感じですね。はい、まあでも人間何でもなれるってわけじゃなくて、本当に嫌なもんは本当に嫌なもんまあなんですよね。まあ気づいたんですけど、最近苦手なもんは苦手ですね。まあ俗に言う好きなものは好きと言える気持ち、抱きしめてたいって感じで。そんな感じですね。はい、でまあ笑いという話題はそんなないんですよね。まあ夕べはちょっと雪降った、夕べじゃねえや、朝か今朝か、今朝降ったとか、それくらいしか笑いがないんですよね。はい、ほんと最近笑いなくて困ってますね。タバコはこのまま手で壊しております。まあ話題がなんかあればいいんですけどね。自分がもう FX で億単位の金稼いだとか、そういった話題があればいいんですけど、そういったのもないですし、まあ本当にそんなのがあったら、もしあれっすよ、車何台も所有しますよ。ちゃんと整備工場みたいなとこ買って、それで自分で整備しますね。はい、まあそんなうまい話もなくて面白くないんで、まあ笑い性が全然ないっす。ほんと嫌なことばっかりで、いいことなんてほんとないっすよ。うん、なんかもう人生も投げやりっていうか、もう破れかぶれになってる感じで、まあ、ほんといいことないっすよね。うん、まあこれ以上話しても暗い話ばっかりになっちゃうんで、今回ポイントで失礼させておくので、ご視聴ありがとうございました。次回はそうですね、また喫煙動画なりなんなりやりたいと思うんで、よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。